モカです。ミラリです。ウメカです。アリアです。ピンクラテティーリー始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はですね、原宿の食べ歩きです。2店舗あります。まず1店舗目はフレッシャイナーというレインボーの食べ物がたくさんあります。では食べ歩きでレッツゴー。え、何にする？楽しみだ。写真撮っていいですか？あ、撮りたい。ベストフレンドフォーエバー。このピンクイコマは何ていう名前でしょう？なんか、お店自体がもうえ、アイスパスタって私がチーズホットドッグのレベル2。私はこのレインボーソフト。じゃあ私もレインボーソフトで。じゃあレインボーソフト2つ。じゃあレインボーサンド。サンド1個。楽しみ。楽しみ。レインボーソフト1点目です。おいしそう。ゆらりちゃんの。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。いただきます。下からこういう風に、いいね、いい、いい、すごいすごいすごい、食べ方最高、すごい冷たくって夏にやってるやつ思います。おいしい、食べ方だ。うん、イエーイ。ピンク、 ありがとう。ふわふわ、うん、すごい、おいしい。じゃあ今チーズホットドッグとレインボーサンドを待ってます。楽しみかな。ありがとう。おー、みさん、美味しそう。いい匂い、すごい。あ、すごいいい匂い。絶対サクサク食べます。うわ、美味しそう。おー、美味しそう。めっちゃ伸びる。めっちゃ伸びる。美味しい。この白いのが砂糖だと思うんですけど、甘い感じもあってチーズもあって、美味しい。アメリカンホットドッグをさらにサクサクにして中をチーズにした感じ。ごちそうさまでした。なんかすごい形になってた。まだ来ないよ、ゆめかのだけ。ありがとうございます。あ、熱っ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 。これめっちゃ楽しみ。隙間から見えてるよ、レインボーが。いきます。せーの、みよー。うわー、やばい。落ちる落ちる落ちる。こんな感じです。すごい。いただきます。絶対美味しい。それチーズだよね。美味しい。レインボーのチーズ、サクっていう、いい音が鳴ってる。あれ、チーズチーズ。派手な見た目してるけど、うん、朝食って感じ。チーズが嫌いって人でも多分食べられる、うん、パンの味がいい感じ、うんうん、じゃあ次のお店に向かいます。食べながら、本当に食べて歩く感じです。これ最後のロング、ロングロング、ロング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 ソフトクリーム。長い、日本一長いそうです。私これがいいな。私チュロスがいいな。私はわたあめで。でも食べきれないよ。じゃあこれから注文して、まあ、人気店なので並んでるのでちゃんと並んで待ちたいと思います。はいはいはい、ありがとうございます。わ、すごい。すっごい、めちゃくちゃ長いです。顔より大きいです。あーあー、ももかは、あー、痛い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 。おお、見た目で、あ、あ、ポテトできました。めっちゃ長い。いただきます。いただきます。ポテトの味見た。頑張れ。あ、なんかどっちかどうかわかんないです。ゆめか、大きくなったらこれの2倍の長さ作る。頑張ってください。頑張ります。チュロスです。チョコクランチをトッピングしました。いただきます。すごい美味しそうな顔して。めっちゃ美味しいじゃん。作ってる。ママに食べさせてあげたい。なんか全部が全部インスタ映えですね。ぜひ皆さんも来てください。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。